クラウンさんのレッスン9やったっけのパート2ですか。まあ、パート2なのかちょっとどうかよくわからへんねんけども、次のとこね。Definition of culture。文化の定義ですね。Definition。Define が定義するっていう動詞や。Definition。まあ、ションで終わってるから名詞やね。定義です。文化の定義。It was once thought that only human beings have culture.was thought です。once が間に入ってるけど、was プラス過去分詞、be プラス過去分詞だからこれ受け身な。考えられてるよってことや。once はまあかつてってことです、この場合ね。よいしょ。かつてざっと以下だと考えられてましたってことや。だからざっとこれあれな、あの接続詞のざっとね。よいしょ。ざっと以下だとかつて考えられてましたよ。っていうか、一とざっと構文か、これ。あれやな。ざっと以下だと、が考えられてましたか。ごめんごめん。一とざっとですね。まあ別に接続詞には変わりないか。おうやでーいう話か。only human beings have culture やから、人類ですね。human beings。これで人類ですよ。人類。まあ人間って言ってもいいしね。よいしょ。人類 only やからだけですね。人類だけが文化を持っているとかつて考えられていましたと。で、we have art, science and music ですね。私たちは、芸術だったり科学とか、あと音楽っていうのを、所有してます、持ってますよってことや。で、まあセミコロンついてますけど、まあ多分一方みたいな話しちゃう。ほら、アニマルの話だから、ね、だから対比してんねんな。私たち人類はこういうものを持ってます。その一方でアニマルはこんなものを持ってますよ、いう話や。だからまあこのコロンは、まあ一方とかって訳したらいいんじゃない？だからうまいこと。別にこれ自体に意味はないんやけどね。うまいことだから繋げてください。一方、動物は、only instinct。本能やんな、インスティンクトって。確か。ちょっと一応見とこうか。本能でしょ。そうやね。本能しか持ってませんよ、いうことですね。よいしょ。で、はい。しかし、but that belief、その信念、その何ですか、考えというか、心情というか、まあ考えでいいんじゃない？この場合は。ずっと信じられてたことってことやから。それで belief を使ってんねんけど、まあ、考えでいいでしょう、普通に。ね、わざわざ心情とか言わんでよくね。ね。まあ、一応、ずっとそういうふうに信じられてきたから、belief っていう単語を使ってるぐらいな感じで、その考えでいいです。うん、一応、カッコしとこう、ね。そのような考えは、turns out、turn out やから、わかったってことやね。to be misguided。誤解ですか？ね、間違えてってことやで。そうね、誤ってる、間違った。まあ、間違いでいいか。間違っているということが分かりましたよと。turn out やから、こう、turn、くるっとこうひっくり返る感じやね。なんで言う。例えばこう、カードがこう裏返しになっとって、それがさ、こう、くるっとこう、裏返し型がこう、くるっと裏返しっていうか、なんて言う、ひっくり返って、表になってさ、世の中にこう、バーンって出てきた感じね。表の内容が。これで、だから、分かったってことですよ。判明したとかでもいいかもね。それは間違いだったんだということが、判明しましたよということです。その考えね。その考えは、間違いだということが分かりましたよと。そうやな。turn out to be。まあ、一応 to は不定詞で結果を表してる感じですか。ね。することためのためにしてとはには結果の結果ですね。その結果間違いやっていうことが分かったということです。で、many new findings。たくさんの新しい、まあ、この場合は発見でいいでしょう。finding。about animal behavior ですね。動物の行動についての、たくさんの新しい発見。ここに名詞でいきましょう。発見です。ing になっとうしな。動詞の find に ing ついてるから名詞化されてんねんで。で、s もついておしな。複数形の s もついております。発見でいいですね。たくさんの新しい発見、動物について、動物の行動な、についての新しい発見っていうのが、ここが動詞です。tell。tell us that。まあ、この that はあれよね。接続詞の that というか、後ろ、そのなんていう、目的語がついておはずやからな。tell 人、
何々やからさ、なんちゃらという、なんていうことを私たちに伝えてくれましたってことやんな。だからここから、まあ、名詞というか、まあ、難しい言い方したらあれやな。やめとこうか。ここからだから、あ、ここまでかな、多分。カルチャー、あ、ちゃうちゃうちゃう、うん、そうやね。カルチャー、アズミ。うん、そうやね。ここからここまでが括弧の内容やわ。要は、動物についての、その、新しい、たくさんの新しい発見っていうのは、私たちにざっと以下のことを、テル、教えてくれたんだよ。ってことやな。じゃあ、ざっとの中なんやねん言ったら、当然、ざっとの後ろは何が来るんかって言ったら、主語、動詞が来んねんよな。ってなると、まあもちろん、ここの一番最初はこれが主語なはずや。でしょ？文化ですね。主語。じゃあ、動詞どれやねんって話やねんけど、いきなりコンマ来てるやん。あんま気にせんでいいよね。普通に動詞探しましょうっていう。じゃあ動詞っぽいのどれですかって言ったら、アンダースタンド動詞やんって話だけど、これはここのコンマの中のお話やから、カッコでも送っちゃってください、このコンマは。カッコンマですね。まあ、そしたらほら、次見て、動詞あるやん。is って。まあ、is not かな。ここにちゃんと動詞あります。これが今回の動詞な。よいしょ。主語がカルチャーで、それに対して動詞がこれや。だから分かりにくかったら、ここのカッコのところ、ここの部分はもう無視してくれたらええねん。文化っていうのは、is not exclusive to humans。人間に、まあ、exclusive ではないよと。まあ、多分、専用というか、人間だけのものみたいな感じかな。ね。特化したみたいな。特化したじゃないか。独占的な、あ、そうそう、専用な。そうそう、専用とか、独占的な。だから人間だけのものっていう感じかな。エクスクルーシブ。いや、ちなみになんて発音するって。もう一回ちょっと見せて。もう一回見せてって。エクスクルーシブですか？クルーシブか。濁らん感じか。エクスクルーシブですか？が、まあ、この2は矢印の2ね。何々だけのものっても書いちゃうで。専用っていう風に書いてたからね。なんせ文化っていうのが人間だけのものではないんだってことですよ。is not ですから。ということが、を教えてくれたんだ、伝えてくれたんだってことだね。で、一応まあ括弧の中ここ見ときましょう。括弧真ん中かな。As many biologists now understand it、たくさんの生物学者が今やそれを理解しているのだがぐらいな感じじゃん。しているようにとかでもいいかもね。この as。ようにでもいいやろし、しているけどね、けどね、ぐらいな感じでもいいかな。まあ、要はだから補足情報なわけやから、ここのカッコのコンマで囲われてるとこな。まあまあまあ、補足的な感じの言葉を補っとったよね。ね。補足に補うって言ったらもう意味が被って思うとけど、まあ、なぜ、たくさんの生物学者が今やそれを理解しているように、文化っていうのは、人だけのもの、人類だけのものではないんだ、ということを、その、動物の行動ですかについての、たくさんの新しい発見が、私たちにそういうことを教えてくれたんだ、ということね。で、the idea that animals have culture may seem like nonsense ですか the idea、これは、that は関係代名詞やで、よいしょ。関係代名詞って一応書いておきましょうか、ね。前の the idea の説明になってます。だって the idea が主語でしょ。で、それに対して動詞はどれかって言ったら、ちょっと待ってな。青にしておこうか。これが主語や。動詞どれですか言ったら、まあ、may seem でしょ。ね、ここです。これが動詞。ってことは、そこまでの部分が前の idea の説明になったの。ね。アニマル、動物が、何ですか？動物が文化を持つという考えですね。は、may seem like nonsense。ナンセンスなように思えるかもしれません。ってことですね。まあ、なんか変やんみたいな感じで、ナンセンス。意味がわからんとかな。そんな感じでしょ。まあ、馬鹿げた考え。そうだよね。まあ、ナンセンスでいいでしょ。普通に使うねんしな。まあ、なんせ動物が文化を持ってるなんていう考えは、なんかナンセンスなように聞こえますよね、と。
ね、思いますよね。思えるかもしれませんか、メディアからな。もし、カルチャー、文化というものがですね、means、シンフォニーオーケストラーズ、ノベルズ like The Tale of Genji and Museum like The Louvre ですか。もし、ここコンマ起動から、よいしょ。if から始まってて、ここでコンマ来てますね。ここで切れとんねんで。こっちのコンマちゃうで。こっちのコンマは、and のコンマですね。この、コンマたくさんあるからな。どれがその if の切れ目のコンマなのかをちゃんと認識しないといけないよね。if culture means symphony orchestra、で、コンマ来とうけど、ここではないです。だって後ろまだ、novels like tales of Genji 言うて、まだ名詞1個ポーンと入っただけやからな。で、コンマ来て、and の後ろも museum like のルーブルで、コンマ来とうから。でしょ？これ and よ。名詞。1番。名詞。2番。ほんで、名詞。3番ってなってるからさ。で、その次のこのコンマの後ろにようやくほら、it is って主語動詞とやろ、ちゃんと。だからここが切れ目です。ね、もし文化っていうのが、オーケストラ、まあ、だから、公共楽のオーケストラだったり、源氏物語のような小説だったり、ルーブルのような博物館、美術館のことを意味するですね、means。意味するのであれば、It is obvious that animals do not have culture. これは it that 構文でいいですか？It is obvious that って来てますもんね。It の内容がこの that の後ろや。that 以下が明らかであると。obvious 明白明らかってことね。that 以下が明らかだよってことやね。Animals do not have culture。動物っていうのは文化を持っていないんだということは明白だということね。もし、じゃもう一回言うとこな。もし文化っていうのがそういうふうななんかオーケストラとか、源氏物語みたいな小説とか、あとルーブル美術館みたいなそういうふうな博物館やったり美術館っていうのを文化というふうに捉えるのであれば、動物が文化を持っていないっていうことはまあまあ明らかだよね。ね、動物別にそんな、ね、小説書いてたりとか、オーケストラをな、持ってたりとか、美術館作ったりとかはしてないもん。だから、そうやったら、あいつらは文化を持ってないっていうのは明らかやで。でも、but、ここね。でも、that is not how these scientists define culture. How? どのようにっていう意味ね。これらの scientists、これが主語な。この how の中の。主語。もちろん、この文章自体の主語はこれな。that is だね。that is not なんじゃないか。それは、なんとかかんとかとは違いますってことや。is not やから、not ってことはイコールじゃないな。is やったらイコールやけど、is not やからイコールじゃないね。これらの科学者たちが define 定義します。ね、define 最初に出ていましたね。definition、ね、これが名詞バージョンや。define が定義するっていう動詞な。文化ですね。文化をどのようにこれらの科学者たちが文化を定義したのかとは違うんだよってことです。要はもし仮に、ほら、if ついとるもんね。もし仮に文化っていうのをこういう風なものだと捉えるのであれば、動物は文化持ってないけど、別に今回この科学者たちは文化をそういう風に定義してるわけじゃないんだよ。ってことね。だから、まあ、how だから、方法とかでもいいかもな。これらの科学者たちが文化を定義する方法とは違うんですよ。なら、方法の方がいいかも。まあ別に、まあどっちでもええか。どのようにでもいけるか。そうやな。どのようにこれらの科学者たちが文化を定義したのか。とは、少し違うんだよ。ということですね。まあそういう意味では方法の方が日本語っぽいかな。これらの科学者たちが文化を定義した方法とは異なっているんですよ。っていう感じ。まあ different っていう感じで訳してくれたらいいんじゃない？ is not やから、is がさっきも言ったけど、イコールの意味だからな。で、is not やから、イコールではないってことやから。それはイコールじゃないんだよっていうこと。んで、アンドリュー・ホワイトンかな？わからんけど。アンドリュー・ホワイトン、an evolutionary psychologist。エボリューショナリーって進化やったっけ？エボリューションって。そうやな、進化的な、進化論の、進化的なサイコロジスト心理学やろ？そうやな、なんて言うんでしょうか、これ。進化的心理学、進化した心理学、
ちょっとわからんな。進化論の心理学、進化的、まあ進化的なでいっか。よいしょ。進化、的な心理学。まあ進化した心理、いや進化したちゃうか。まあ前は。エボリューショナリー・サイコロジストであるアンドリュー・ホワイトは、defines、また出てきましたね。定義するや。defines culture as behavior that なんちゃらかんじゃね。defines as なんちゃらって人でしょ。define A as B とかって言うっけ。わざわざそんな感じの熟語で言う。まあだから A を、B として定義するっていう感じよね。A を B として B としてまあ、してで言わんでもいいか。まあまあ、B と定義する。定義するです。だから、文化っていうものを、behavior、行動というふうに定義しますよ、ということですね。で、この that は、この behavior、行動に対しての説明の関係代名詞の that や。よいしょ。こういうことね。That can be passed from one individual in a group to another individual.And which then spreads across the group and can be passed down through generations. 長いですね。でもまあここまでやわ。ね、で、一応まあ前半と後半分けますか。ほら、コンマ and which って来てますから。そしてそれからぐらいな感じだから、ここで一回切っとこう。なので、can be passed from A to B 来てますね、ここね。From one individual in a group. で、toAnother individual, individual か。これ矢印のというのはもちろん。A から B へってことで。From A to B ですから。A から B へと、パスされる、可能性があることができるってことですね。何から何へって言ったら、グループの中のある個人ですね。One individual, ある個人から、別の個人ですか。別の個人。まあ、受け継がれるとか、パス。まあ、そうやね、受け継がれるでいいでしょう。受け継がれることができ、そして、さらにそこからって感じやね。and which then ですから。and then 的な、そしてそれからってことや。そしてそれから、spreads across the group、グループ中に spread、広がってってことやね。across は何々中って訳したらいいで。何々中に。グループ中に広がって、ほんで can be passed down through generations。passed down やからな、下へとこう受け継がれていくわけですよ。何の下かったら through generation、世代やね、世代を通して受け継がれていくってことですね。ね、世代はだからほら、おじいちゃん、だからなんですか、親の世代。おじいちゃん、おじいちゃん、おばあちゃん、おじいちゃん、祖父母、両親、親、だから、子、そして孫ってなるからね。そういうふうにこう降りていく感じだから、down を使ってるのよ。なんせ、世代を通して、受け継がれることができる、そんな行動を文化と定義しているわけですよ。OK。ちょっと長かったんで、もう一回言っておきますけど、その、何ですか。進化的なサイコロジスト心理学者のアンドリュー・ホワイトンさんっていうのは、文化っていうものをそのグループの中のある個人が個人から別の個人へと広がっていき、さらにそこから、グループ中にこうどん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 広がっていき、さらには、世代をまたいで、受け継がれていくようなそんな行動ですねを文化というふうに呼んでるんだよということや。ある一人が何かをやりだして、それが、いろんな人にこう広まっていって、それが世代何世代にもわたってその行動っていうのが、受け継がれていく、そんなものをカルチャーか文化っていうふうにこの人は定義したということね。で、If we use that definition、 もし私たちがこのその定義を使ったのならってことやな。で、Evidence、 証拠は is mounting thatsome animals like Julie the chimp fashionista and her followers also have culture、この that は、まあ、接続詞の that よね。前動詞来てますから。違うよ。ごめん、間違えたよ。ここじゃないよ。ごめん、俺が言いたかったのはこっち。こっち側が接続詞の that
と。よいしょ。このザットは、後ろほら、主語動詞来てるわけじゃないからね。ザットディフィニッションって聞いてるから、これ、指示代名詞のザットな。要は、そのってやつや。これ、その、何だっけ、定義か。その定義を使うとってことね。で、ここでコンマ来てるから、これで if 切れとんねんで、ここで。もしその定義を私たちが使うのであれば、証拠っていうのは、このマウントは、まあ一応動詞で使ってんのよね。is mounting って。まあなんとなくあれかなって感じは、あの意味かなって感じはすんねんけど、ちょっと待って、先にこっち訳そう。that some animal、この接続詞の that やからな。当然主語動詞くんねんで。主語がこれや。でもって動詞がここですよ。いい？ここのハイフンのところは、まあカッコですよ。さっきのコンマと同じような感じな。補足情報みたいな感じや。何匹かの動物は、もうまた文化を持ってるんだよ。だから文化を持ってる動物もいるんだよ。っていうことですね。で、like Judy, the chimp ファッショニスタ、何ですか？ファッショニスタ。まあだってほら、斜めになっとるし。なら、造語的な感じでしょ？ファッショニスタ。である、チンパンジーのジュリーとか、彼女のフォロワー、だから支持者というかフォロワーのようにってことですよね。なんていうのファッションスター。ファッションスターにします、ね、ファッションスターである、ちゃうな。なんていうのそういうのな。ファッションの最先端を行くチンパンジーである、チンパンジーのジュリーだったり、彼女のフォロワーのように、文化を持つ動物も何匹かいるんだよ。ということを、に、何ですか、証拠がマウントしてる。マウントっていうのはこう、何ですか、その、何ですか、こういう感じだ。わかる？だから、証拠があるぐらいな感じが、証拠がこういうものの上にあるんだよっていう感じや。だから日本語にすると、訳すと、うまいこと日本語にしましょうか？どうしましょう？もし私たちがそのような定義、その定義を使ったとすると、そうやな、こっちから言ったらいいよね。ジュリーとか彼女のそのフォロワーのように、文化を持つ動物もいるという、証拠がありますよって感じかな。はい、ということで、とりあえず一段落したんで、ここまでにしましょうか。いいでしょう。これで一応全部見えてます。はい、お疲れ様でした。